第23代、マー・伯クシャク・ジョン・アースキンは、イギリス・スコットランドの貴族、政治家。安城時代のトーリー党政権で、スコットランド担当大臣を務めていたが、1714年に、ジョージ一世とホイッグによって解任された。それを恨んで、ジャコバイトとなり、1715年のジャコバイト法規では、ジャコバイト軍の指揮官となった。1675年に、 第22代、マーハク、チャールズ・アースキンとその妻メアリー・モールの息子として生まれる。1689年5月23日に父の死により、借位を継承。1697年に、スコットランドの数密顧問館に列する。イングランドとスコットランドの連合を支持し、1707年の連合の際にはその委員の一人を務めた。連合後 スコットランドの貴族代表議員として、貴族院に議席を保有するとともに、グレートブリテンを王国数ツコ門官に列した。政治的には無定型で情勢に応じて、ホイック党とトーリー党を行き来していたので、不動のジョンと呼ばれた。1705年から1709年と1713年から1714年にかけて、トーリー党政権において、 新設のスコットランド担当大臣を務めた。しかし1714年8月にジョージ一世が即位すると、トーリー党からホイック党への政権入れ替えが行われた。この際にマーハクもスコットランド担当大臣を解任された。ホイック政権はトーリー党の主要政治家たちを大逆罪で告発していったが、ホイック党による官職独占や従税への反発から、 イングランド各地で暴動が発生するようになった。フランスに亡命している大戦勝者、ジェームズ・エドワードは、大位奪還のチャンスが来たとみて、ジャコバイト放棄を煽った。マーハクも解任されたことを恨んで、ジャコバイトとなり、大戦勝者支持を表明した。同じく解任されて、ジャコバイトになっていた初代ボリングブルック子者クヘンリー、シンジョンは、初代マールバラコー、 ジョン・チャーチルらトーリー党幹部の取り込みを図っていたが、それが完了する前の七百十五年九月六日に、マーハクは独断でブレーマーで拒兵し、大戦勝者から追認を受けた。マーハクの軍は九月十四日にバースを占領した。それ以外にもスコットランド北東部でジャコバイト放棄が続々と発生し、十月初めまでにはエディンバラやグラスゴー周辺や西部アーガイル公尺領を除いた。 スコットランド大部分がジャコバイトの支柱に落ちた。10月22日には大戦勝者からジャコバイトの爵位としてスコットランド貴族爵位マー公爵に除せられている。11月13日にはマーハクの軍とオランダ軍の支援を受けたアーガイル公、ジョン・キャンベルの軍がシェリフ・ミュアの戦いで退治したが、マーハクの春巡のために引き分けに終わった。 この戦いで一気に勝利を決し得なかったことは、同日にトマス・フォースター率いるジャコバイト軍がブレストーンを攻撃して大敗したことと、合わせてジャコバイトにとって致命的となった。その後、アーガイル港の軍、イングランド軍、オランダ軍の連合軍の増強を見て、ジャコバイト軍はが解し始めた。12月22日に大戦勝者がフランスからアバディーン近くの港に上陸した時には、 ジャコバイト軍の敗北は、すでに決していた。マーハクも、大戦勝者と共に逃避行を続け、結局1715年2月には部下たちを置き去りに、して、モントローズから出港して、フランスへ亡命していった。1716年2月17日の議会の決議で、全称号と、全所有地が剥奪された。その後、大戦勝者とマーハクはフランスからも見限られて、 追放され、イタリアへ逃れていったが、1717 17年には、スウェーデン国王カール12世の支援を受けて再度、スコットランドへ進行する計画が、マウハクを中心に立てられた。イングランド国内の協力者ロチェスター主教、フランシスア・タベリーを連絡役にしていたが、この計画は事前に露見して、失敗に終わった。1717 17年11月10日には、大戦勝者から、 ジャコバイトの爵位として、イングランド貴族爵位のマーハクくらいを与えられ、ついで1722年12月13日にも、アイルランド貴族爵位のマー公爵くらいを与えられた。だがジャコバイト派の間でも徐々に信用を落とし、1724年には大戦勝者への禁止を止めた。1732年5月に、ドイツの帝国自由都市アーヘンで死去した。 英国本国では、借位が剥奪されているため、息子のトマス・アースキンは借位を継承できなかったが、娘、フランセス・アースキンと、老い、ジェームズ・アースキンの愛の子であるジョン・アースキンは、1824年6月27日の議会法により、マーハクくらいの回復を認められている。1689年5月23日に、父、チャールズ・アースキンの死去により、 以下の借位を継承。1716年2月17日の議会の決議により、上記の借位が剥奪された。1715年10月22日に大戦勝者、ジェームズ・エドワードから以下のジャコバイトの借位を与えられる。1717 17年11月10日に大戦勝者、ジェームズ・エドワードから以下のジャコバイトの借位を与えられる。 1722年12月13日に、大戦勝者、ジェームズ・エドワードから、以下のジャコバイトの借位を与えられる。マー・ハクト、長男トマス・アースキン1703年4月6日に、第7代キ能るル爵トマス兵の娘マーガレットと結婚し、彼女との間に、以下の子を設けた。最初の妻との死別後の1714年に、初代キングストンイコールアポンイコールハル。 公爵エブリンピア・ポントの娘フランセスと再婚した。彼女との間に以下の子を設けた。ありがとうございます。